はようございます。メイクをしています。ごめんなさいね、本当に時間がなくって、いや、めっちゃアラーム鳴ってる。ごめんなさいね、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい、もう本当に死ぬほど時間がなくて、ちょっと準備しながらしかももう時間がないのよさ、時間がないんです。ごめんなさいね、ごめんなさいね、本当に申し訳ない。朝ってなんでこんな時間がないのだろうという、ちょっとまあラジオ聞いてる感じでお願いします。お願いします。ラジオ聞いてる感じで、耳だけ貸してください。耳だけ、なんか大丈夫そう？うん。すいませんね。本当にちょっとマジで。もうでも今日ここしかね、もうここしかもうねないんですよ、配信できる時間が。ここしかないんです。見て、この若干お見せするこの感じ、もうこれですよ、これ。ちょっともうで見せられないし、朝の準備してないし、でももうこれ以上睡眠時間削ることはできないっていう、もうここまでしかね、もうここしかできないんですよ。昨日計算した結果ね、あの睡眠をとりながらね、あのショールームをする時間を考えるとね、ここしか時間が割けなかったんですよ。欲を言うと、もうちょっと早く起きたらいいですけどさ、無理なんですよ。ちょっといろんな準備をしつつですね、不安です、本当に不安です、信じて。本当に今日見せられる顔じゃない、本当に見せられない、今日はちょっと見せられない、本当に無理、嫌だ、アイドルだから見せてっていう人はもう見ないでください、それはちょっとひどいです、その言葉は。さんだって必死に頑張っている。
当にマジで中ちゃんが4時半に起こしてと言って起こされたら逆ギレしたらしい。中坂もね、さっきショールームやってたよね。そう、みんなね、もう時間ないのよ。今日はもう夜はできる気がしないから。なんかこういうなんか不具合とかがさ起きた時のさ、なんか毎日アイドル継続措置みたいなのさ、なんかその日じゃなくてさ、なんかチケットみたいなのあってさ、今日とかこういうなんかやばいやばいぐらい時間ない時にさ使えたらいいのに、その件すごく思いますね。さんは何と、もう大丈夫かな。たまに顔を見せないとね。でもね、眉毛描かなくてもね結構ある方なんでね、なんかあんますっぴんには見えないんですけど、でも本当に本当に今日はちょっとやばい。で見せられないんですよ今日は。本当にやばい。マスクもないし、マスクはどこ行った？ごめんなさいね、ラジオみたいな感じで思ってください。一瞬だけ許してほしいです。今日は本当に時間がないの。ちょっと顔、たまに顔を覗かせないとね、切られちゃうからな。はーい、さんの目です。皆さんは今日来ますか？会場に。みんな会場に来ますか今日？と言ってもコメントが読めないけど。かな、心配心配。来ますか？あ、今日来ますか？来ますね。あー、よかった。え、本当に髪ボサボサ、やばい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 、本当にどうしよう。申し訳ないって思ってます、すごく。だけど時間がないから許して。大丈夫そう、大丈夫そう。もうちょっとで顔見せます。よし、とりあえずここまでやったら
いいか。本当にやばいでしょ、本当にやばいんだって、本当にやばいんだって、こんな状況なんだよ。本当にやばいな、時間がない、もういいや、もういい、ボサボサで、もういい、ねえ、みんな可愛いって言わないで、可愛くないからこんなの。あーすごいハートたくさんありがとうございます。さやちゃんのアバターの方と私のアバターの方、ファイトもありがとうございます。綺麗だよもありがとうございます。綺麗じゃないですこれは、でもさすがに。あのね、すっぴんでいきます。結果今何をしたかというと、今はね日焼け止めを塗っただけですね。本当に日焼け止めだけ塗ってマスクを しました。ただそれだけです。もう今日は現地であるので、ファイトギフトありがとうございます。電車の中でしませんって。もうなんでさ、なんだろう、言ってないことをさ、なんでさそうと思っちゃうんだろう。私なんかたまにあるんだよね、あの言ったことだけを信じてほしいですね。あることないこと何も。私はアイドルなのでですね、電車の中でメイクしませんし、現地でメイクさんがいるので、メイクさんが今日はヘアメイクをしてくださるのでやりますね。もちろんですよ。今日は頑張るので見に来てください。チュリさんの卒業コンサート、みんなでいっぱい頑張るので、本当に来られる方とか来られない人いると思うけど、みんなで本当に素敵なコンサートにしたいと思ってるので、よろしくお願いします。あと15分経ったら教えてください。今名古屋向かってる人とかいるね。可愛いギフト、ファイトギフトありがとうございます。本当にごめんなさいね。あ、15分経ちましたね。ごめんなさいね、なんか本当にごめんなさい。でもね、みんな頑張ってるから、さんも頑張る。
もうなんか正直会場もすごく広くて頭がパンパクティーなんですけれども、非常に頑張るので非常に頑張るので、みんなも応援してくださいということで、今日後で来る人会いましょう、素敵なコンサートにするし、私もすごい昇格してから初めてのコンサートなので、頑張りたいと思います。バイバーイ。